はい、こんにちは。サングラス1号です。今回はこのアルパインパックを深掘りしていきたいと思います。3月末付で、なんと品切れ状態。入荷待ちのアルパインパックシリーズです。いいものはいいという感じですよね。前回の動画では14個の特徴をご紹介しました。ザクッとご紹介するとこちらです。便利機能が盛りだくさんという感じですね。その他スノーギアなど取り付けられますし、隠しストラップもあって、ロールアップ式でおしゃれに担げる紙バックパックだと思います。特徴について詳しくは前回の動画をご覧いただけたらと思います。さて、今回の動画では深掘りポイントを7つご紹介したいと思います。どれもこのアルパインパックを使う上で知って得する情報とか、ちょっと辛口なことも言いながらご紹介したいと思います。今回もアルパインパック40をベースにお話ししたいと思います。まずは変形。お好みのタイプや参考に合った形で使用できます。ノーマル、そしてトップリッドなし、そしてロールアップ式隠しストラップバージョン。長いです、ちょっと長い言い方ですが、でも一応名前だけ聞いても、想像できるネーミングかなと思いますね。こんな名前じゃないのとか、あるいはいいネーミングありますっていう方は、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。おしゃれに担ぐのも隠しストラップの使用方法だと思いますが、前回の動画でいただいたコメントで、バックパックがいっぱいでも収納できるようについているストラップとのことですね。寝袋をがっつり入れてこんな感じで、本来この時に使うストラップとのことですね。こんな風にボトルホルダーも取り付けられたり、でアタッチャブルポーチなども取り付けられたりしますね。2番目、レインカバーがない。そうなんですね、レインカバーないんですよ。でもそもそも高い防水性があるので不要なんですね、これは。で、ロールアップ。アクアバリサックによる操作性と防水性の高いため、レインカバーいらずして、このまま雨に打たれても耐えうる性能があるということです。追加でレインカバーを買う人もありません。3番目。高価格ではないかなと。26,400 円。40リットルのアルパインパックが26,400 円ですね。でも豊富な機能を考えるとコスパがいいんじゃないかなと思います。で、モンバレさんではチャチャパックに次いで高価なバックパックなんですね。ただし容量の誤差はちょっとあります。チャチャパックは35リットル、45リットルなんで、ちょっと誤差あるんですけども、あまり他のブランドさんと比較はちょっとしたくないんですが、この性能で、この容量で、26,400 円は破格だと思います。めちゃめちゃ安い方ですよね。で、4番目。重量は比較的重いのかなと思われます。で、モンベルさんの40リットルの中では一番重いですね。ロールアップによる生地がおそらく多く使われているから、重量がちょっと重めになっているとか、機能が豊富なんで、ちょっとその分重めになっていることが考えられますね。あとはトップリッドがあるというのもあります。トップリッド自体は単体でこのグラム。で、これを外すと、アルパインパック40はこの重量になります。はい、5つ目はカラー展開が3つということですね。青、黒、グレー、ほぼ白色のグレーですが、ちょっと街色というか、シティ色といいますか、正直、アースカラーが欲しいですよね。ここまで高機能で使い勝手も良くて長年使えそうなバックパックなので、アースカラーのような、今時の色もあってもいいんじゃないかなって正直思ってます。例えばベージュ。モンベルさんで言うタンというカラーですけども、あとはカーキとか、ちょっとダークグリーン系もあってもいいんじゃないかなと。ちょっとそこは希望したいカラー展開ですね。で、6つ目、アクアバリサックですね。
まあ、外側と内側で使い分けができるですね、実は。で、アクアバリサック自体取り外しもできるので、通常はアクアバリサックの内側、黄色の中にどんどん詰めていくんですけども、アクアバリサックとバックパックの間ですね、ここに濡れてしまったウェアだとかタオルとか入れておけば、内側と外側で分別できるんで、内側のものを濡れるのを防止できると、そういう使い方もあります。これ雨の日とかちょっと濡れてしまったよ時に非常に役に立つ機能かなと思いますね。まあちょっと工夫した感じの機能ですね。で、7つ目、フィット感。実はこのショルダーハーネスは、まあこの高さを調整できるショルダーハーネスは実は特許出願中なんですね。それほど他にない機能になってると。まあそうですね、初めて見ましたよね、これは。もうショルダーハーネスの長さが調整できて、バックパックの背中部分の高さが調整できる機能。担ぐ人によって背中の大きさ合わせられるというので、自分に合った大きさが調整できるので、非常に便利な機能の一つだと思います。あとはこの重圧感のあるヒップベルト。これも担ぎやすさ、フィット感のある担ぎ方ができるんじゃないかなと思います。で、バックパネルがジャストフィットしやすくなっているので、ショーダーハーネス、ヒップベルト、バックパネルで非常に担ぎやすくなっています。そしてフィット感が生まれてますね。まあ、以上7つの深掘りポイントのご紹介でした。いや、やっぱりいいですよね、アルパインパック。おすすめのバックパックです。まあ、他にもモンベルさんの登山道具や、普段使いをご紹介してますので、別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。